特徴で新聞社、放送局、出版社、通信社などがこれに該当する。報道機関とは新聞社、放送局、出版社を指す。特に新聞社、放送局等よりも社会的な公共的役割を果たす主体を指して用いられる場合が多い。自由と平等を原則とし、表現の自由が法的に保障されている民主国家においては、 政府系報道機関を除いて、報道機関は公正、公平、中立を胸とし、国家権力に屈せず、国民の利益にかなう報道姿勢を理念とする。また、自由を基本とする報道機関も、電波通信や圧倒的な情報網という公共財を用いて、事業を行っている関係から、国民の生命、身体、財産にかかる災害及び有事その他の緊急事態には、 国家により広く国民に知らせる義務を負っている面もある。特に放送局、新聞社等は災害対策基本法及び国民保護法等で指定公共機関ないし指定地方公共機関として国民の生命、身体、財産を保全にかかる報道を義務付けられる。ただし、そうした自由な報道を行う報道機関の多くは同時に言論機関、 商業主体でもあり、民間事業者による経営が主流であり、商業主義、あるいは、交理主義的な報道がなされる場合もある。時として、マスコミをして、個人の名誉毀損やプライバシーの侵害がなされる、危険もあり、ゆえに、マスコミ一般に報道倫理が求められ、テレビ、ラジオ等の視聴者や新聞、雑誌等の読者には、情報リテラシーがなくては報道の成否が正しく、 認識できない側面も有している。報道機関は専門性を重視するため、取材分野に応じて部門を分けていることがほとんどである。政治部、経済部、社会部は頻繁に新聞の一面を飾る花型部門とされている。社会的な影響力を持ち、立法、行政、司法の三つの権力に、この報道機関を加え、第四権力と呼ぶ者も,もいる。 日本では田中角栄が批判的な意味で第四権力と呼びこの言い方が広がった。報道は外して偏向報道の問題を抱えている。このため抗議運動やクーデターなどの矛先が報道機関に向き襲撃を受けることもある。1913年2月10日政府よりとされた26信奉者を襲撃する群衆情報の独占性を持つ。多くの人員、 綿密な情報網が必要なため、新聞、テレビ業界に参入できるのは一部の限られた企業だからである。そのため、大きな競争はなく規制緩和の影響も大きく受けることは少ない。企業の巨大性優位新規参入者に対しては、事実上参入をストップさせる行動も見られる。時には、政治的な圧力を使うこともあるとされる。日本では記者クラブ制度によって、 新規のマスコミ企業やフリージャーナリスト、一般市民が記者会見に出席しづらい。田中康夫の脱記者クラブ宣言など解体に向けた動きもあるが抵抗が大きい。身内の不祥事が故意に小さく報道されているとの批判もある。マスメディアは製造業と比べ不祥事を起こしても弱体化しにくい。ありがとうございます。